なければ四国にはなりませんくらいで、その相手は江島さんだと思うんですか。それはどうでしょうか。つまり江島さんは賄賂を受けているような人物ではない。彼は自分の立場を心得ているということです。江島さんは法案の成立を前に今政治家として正念場に立っています。この時期スキャンダルを起こせば法案はもちろん彼自身も失います。目先の金のために危険を犯すほど彼が愚かな人間だとは思いませんね。なるほど、確かに一理ありますね。しかし人は信念を貫くためなら危険を犯すこともあるのではありませんかね。おはようございます。おはようございます。安田さんのパソコンのデータですね。解析ができましたか。はい、それが大したものが残されていませんでした。安田さんはこまめにデータを消去していたようですが、おそらく重要なデータはディスクか USB メモリーでも保存していたんでしょうね。やはりそうでしたか。こちらは安田さんの事務所にあったものですね。そうです。被災地の現場から。安田と江島さんは長年の名誉ですよ。震災の被災地支援活動で出会って、あれは僕が安田と最後出た時に心停止したんです。例の事務所出しで安田の事務所にあった専門の業が全部長いなったみたいで、それで安田がここに残ってないかって聞きに来たんです。それはいつのことでした。10日ほど前です。あったほら、その一つだけでいいのか。これだけで助かりました。じゃあ安田、江島さんはお前の見込み通り分かったな。もう一度はきっとやってくれる。みんな期待してるよ。そういう時はね、瀬戸際もんですよ。瀬戸際ですね。で、君の声は。はい、僕は例の法案の直轄省庁の人間になってきました。官僚時代の江島さんの部下にあたる人です。長い間動かなかった法案がなぜ急に生徒の方向へ動き出したのか、そのあたりのことを探ってみたんです。あの法案は早く成立させるべきだと考えていた官僚は大勢いたんですよ。しかし上の連中がずっと動かなかったものですから。どうして動かなかったんですよ。一番は新政権の嫌がらせでしょうね。どういうこと。新政権は独立行政法人などを次々解体して官僚が甘くなりにくいようにしてるじゃないですか。官僚のトップ連中にしてみれば皆将来年収が数千万単位でパリだったんですからね。そりゃ怒りはあるでしょう。これは半端な額じゃないですからね。しかしまた、その上の連中がどうして動き出したんでしょう。彼らが動いたのは僕たちも意外でしたね。発明作ジャポンのこと江島マジックって呼んでますよ。なるほど、江島マジックですか。あの法案の動き出したのは江島さんの人気や世の後押しが大きかったということなんです。しかし大臣でもない一回の議員の江島さんがどうやって官僚のトップ連中を動かしたのか、僕の頭に浮かんだのはヨハン・コル。